こんにちは、スリーです。どうも、バッシュです。はい、今回はですね、私のところのスクールがちょうどゲームの週だったんで、まあ、バッシーさんも、ね、ゲームの週受けたと思うんですけど、そうですね。どうでし試合形式でね、ね、やる週が回るんですけどね。まあ、最終週で今までいろんなショットをテーマにして、で、最終週が、ね、バトルとゲーム。練習の結果をね、神々でしたけどね。やっていくと。結果をね、まあね。どうでした？ゲームでやろうということなんですけどね、はい、そうですね、やっぱゲームになるとね、なかなかね、うん、出せないっていうかね、力出せないっていうかね、できないところがあるんですけど、出せなかったんですか？やっぱね、いろいろね、できないことが出てくるんですけど、はいはいはい、もはやね、プレーが悪いなとかと思うんですけど、はい、何が原因かね、もう漠然としすぎて、だんだんもう、どこが悪いとかいう分析ができなくなってきましたね。ああ、自分で自分のことが分かんなくなりました。何が、どうしたらいいんかっていう。それはボレーなんですか？それともそういう。ああ、全般的にね。ああ。たまたまボレーでって言ったけど。はいはい、はい。うん。ボレー調子悪いのかね、分かんなとか思うけど。その以外の他のショットも。そうそうそう、やっぱね。他の人見てね、うまいなとかって思うけど。ああ。ここが自分と違うかなとか、そういう分析がなかなかだんだん。はいはいはい、はい。もう分からなくなってきて。要は、なんで他の人たちはあんなに打ててて、自分はなんで打てないんだって思うんですか？そうそうそう。いやいや、本当にやっててそう思ってくるんですか、だんだん。思いませんだって、あ、うまいなとか思うじゃないですか。はいはいはい、それはまあ、見てて、ね、自分より上手い人みたいな。うまいなと思うけど、何がどうちゃうんやろとか、あ、何が自分に今足らんどうやろとかっていう、分析が結構、なるほどね。難しい。まあ、結構、まあ、テニススクールだと、うん、これは私思うんですけど、まあ、そうやって漠然と分からなくなってどうしたらいいのか、ね、もう見えてこないっていう方結構いらっしゃると思うんですよね。そうですね。で、一つの解決策としては、だからこう言われてなんか気づくことが多いかなっていう、うん、はいはい、振ってるつもりないから振ってるよとか、うん、こう周りから言われたりね、はいはいはい、でああとかって思う、自分では分かってない、あんまり。言われてるけど分かんないんですか？だって。あ、違う違う違う、言われて分かるでね。あ、その時は何がとか思ってるけど、言われて、ああ、そうか、振りすぎてるのかとかっていう。なるほど。客観視できないんですね。そうそうそう。なるほど。これはね、うん、あるあるですね。本当に、ね、あるある。自分のことが一番見えないです。そう。これ大変、別にテニスだけじゃなくて。関係ないと思うね。人から言われてやっぱ分かることって多いと思う。で、意外に的確なんですよ、人が言ってることっていうのは、うん、そう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 、その見たことを言ってくるんで、ね、本当に客観的に見られて、そう、うん、そのプラスアルファはもっとこうしたらいいよっていうアドバイスは合ってるかどうかは分かんないんですけど、うん、パッと見た人が言う言葉自身には真実があるんですよ。そうね、振ってるよっていうように見える人、うん、見えたんだったらやっぱり振ってるんですよ。そういうことですよね。そうなんですよ。ただその、うん、じゃあどうやったら振らずに済むかってなった時に、いや、もうちょっと面止めてとか、そっから急にそのアドバイスになると合ってるかどうかは別なんですよね。だから、うん、そこはちょっと置いといて、言われたこと、ね、その、そうね、こうなってるよっていうのは結構耳傾けた方がいいですね。うん、問題点として捉えたらいいってことね。うん、そうですね。うん、でもし聞くんだったらコーチに聞いた方がいいですね。そのもちろんね。それが言われてることは合ってるかどうかわからんからね、まず。一つはね、結構生徒さん同士でアーナコーダのね、まあ、談義って起こるじゃないですか。いえ、それは言い合い ね、ありますよね、それは。あれね、たまに私もね、こう、別に、なんか聞こえた時のアドバイスが、うん、本当にね、あの、間違った解釈でね、お互いでなんか慰め合って、なんか、慰め合うというかね、答え出してね、ああ、これが正解だみたいな感じで、本当にだから見たまんまのアドバイスなんです、うん、振ってる人には振らないでってなったり、うん、あるんです。でも実際ボレーは振らないとボールパーンといかないんで、まあまあまあ、じゃあ例えば私だったらね、この肩はね動かさずに肘より先を振るとかだったらいいと思うんです。まあ肩動かさね、うん、でもここも振らないで、ここも止めちゃうから、すごいもうこんな風なこうロボットみたいになって、カチ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 回ってるだけみたいな。だからこうなるとちょっと違うね、あの話し合いになっちゃうんで、うん、だからそこはあまりね、あの深くいかない方がいいですね。ああ、そうね。その客観的事実だけを受け止めて、あとはもうコーチに聞くとか、ね、した方がいいですね。ああ、そうね、うん、ちょっと参考にするけどね、うん、
でね、ちなみにもっとおすすめなのがあるんです、うん、これは本当に、はい、あのね、ただバッシーさんはすでにある種実践してるんで、もうもう一歩踏み込んだら解決するんですけど、うん、こういかにどうやったら自分を客観視できるか、どうしたらいいと思います、自分を客観視する方法、客観視できるためにははいどうすればいいか、そうだから振ってるって言われてるわけじゃないですか、そうね、他人が見たら客観視です、うん、それを自分は主観なんで見れないんですよ、うん、だけどある方法をしたら客観視できるんですよ、バッシーさん、その方法は他なんですよ一つあるんです、いや他の人を見る、僕が客観して見る、それは他の人を客観視してるだけで自分を客観視してないです、それは。ああそういう捉え方じゃなくて、バッシーさん自身を自分自身で見て、自分を見てってこと、そう、あ相手を見るとかじゃなくて、はい、自分を客観視するためには、あ、はい、テニスでね、バッシーさん半分やってるんです、半分やってる、半分やってるんです、はあ分かった、分かりました何ですか、分かった、どうぞ、まさにこれです、そうです、動画を撮る、動画を撮るそう、自分の振ってる姿を自分で見て分析する、そうなんですよ、これが一番客観視なんですよね、ただバッシーさんは私を撮影するんでこう撮ってるんですけど、バッシーさんの弱点は、うん、自分が恥ずかしいから自分の動画を自分が上がってる動画を見ないっていうところに問題もったいない恥ずかしくて見ないでしょ、根本的に自分の見てすみません、恥ずかしくて見れない本当に見てないらしいんですよ投げっぱなしだそうなんですよ、UIT ではそうですね、だから撮影までやってるんですよ、分析しないんですよ ね、確かにそれを見てね、だから撮影はしてるんで、まあでも撮影は私が、ま、自分の不細工な姿は見たくないでしょ本当、いやでもね、意外に多いんですよ、自分は見たくないっていう方、でも撮られたくないとか言う人多いですよね、本当にね、一回レッスンで、うん、あのビデオカメラ撮影しますよって言ったら、いや僕もそうだと思うんですよ、レッスンで、うん、そうそうそう、撮って一回自分で自己分析みたいな感じでやったら、そういう特別レッスンをやったんですけど、反応が悪かったんです撮りますよって言ってるのにじゃあ撮れたくないよね、じゃあそうそう、いや見たくないでしょうね、見たくない、え見たくない、いや僕はそうですね、なかなかまだ慣れないですね、でしょ、自分の撮った姿を見るっつうのは、でも一番、はい、もう正直私が自分で上達できたっていうのは、うん、その大学の時にその顧問の先生がビデオを撮ってくれてて、合宿でそれを自分で見た時に衝撃やったんです、えこんな打ち方って思ってそうそうなんかすごい膝曲がってるんですけど、膝曲がってるだけで全然ね地面使えるのに、この膝曲がってただ手で打ってるだけだったんで、あ全然違うと思って、そこからなんかあもっと腰落としてでもっと体を持ち上げるので打たないとダメだったのが、でもそれを見て、あそうです、ね、こうなってるんだっていうのを分かってから、自分を客観視してから練習の質が上がって上手くなったんです、一番分かるんでしょうね、本当に、いや本当にだから見てください自分の動画をこれが一番早いです、だからたまにバッシーさんとゴルフの打ちっぱなし行くんですけどね、ああそうですね、分かるでしょ、私は必ずバッシーさんにお願いすることありますよね、そうですね、絶対撮れとそう、あのスマホ渡して無言でね、カメラ渡されるんですけど撮れとあの毎回行ったら絶対撮ってもらうようにしてもらうんです、そうですね、もうこれ欠かしたことないですよね、ないですね、でしょ、逆に僕は言わないですからね、だからね、うん、撮られたくないんで、そうですね、バッシーさんが頼まれることないんですけど、ね、私は絶対お願いするんです、うん、それはそれだけ客観視することが上達につながるって分かってるからお願いするんです、そうなんですよね、そうマジマジと見てますからね、隣でね、撮ったやつをすぐでもこれが一番本当に早いんで、うん、だからね、もう自分をね、知るのはもう一番状態早いです、もうこれは別にテニスだけじゃなくて、もう全てに多いです、そうね、本当、テニスじゃなくてもそれはね、うん、でしょ、確かに、だからもうね、これは自分を知るのはちょっと怖いっていうのはありますね、勇気がいりますね、あ勇気いる、本当に本当に、あんまりそうだね、だからね、多分この例えばじゃあバッシーさん仕事してるじゃないですか、
だからそれで人生関係なく本当になんか、だからもしできるし仕事ができる人になりたかったら、バッシーさんの勤務時間ずーっと動画を撮っといて家で見るんです。そう、もはや。じゃあ、いや、姿勢からその仕事を受けた時の態度から喋り方とか全部を自分で見たら、あ、こんな喋り方してるとかね。ですよね。いや、時間の使い方困難なんだとか、意外にだらけてるとか見えることが多々あるんでしょうね、ほんとね。逆にいい面も見えるんでね、あ、自分がこういうとこできてるんだっていうのが分かるんで、これはもはやテニスだけじゃなくて、ね、そうですね、もう全てにおいて言えるね。なかなかね、深いですね。仕事現場取るのは難しいですけど、難しいけどね。そう、これだけ客観視をするのはいいんです。だけ ど、見たくない最大の理由はやっぱ怖いんです。怖い。それはもしかしたらできてない自分を受け入れたくないっていうのもある。そう、確信ついてるけど。本当それが多いと思いますよ、本当。でしょ、うん、でも、もうそれはね、仕方がない。一回とりあえず、だとしても見るんです。じゃあ意外に入ってくる。できてないと思うからと思うけどな。できてたら本当、あ、見て見てみたいなとこはあると思うんですけど、ある程度ね、なんかちょっと自信があったりしたらね。自信があったら、うん、多分仕事の映像もテニスも見れる、うん、撮れるし見れるんです。本当ね。だから自分がちょっとなって思ってる時は見たくない。もしあなたは自分のね、テニスが見たくないんだったら何か自信がないかもしれない。そうですね。でもこれを乗り越えるには見るしかないんですよ。自分を一回客観視すると。ねえ。これはすごい大事だね。結構な壁を突き刺さりましたね。突き刺さりますね、これね。高みを目指すなら。そう、高みを目指すなら。いやいや、それは何事もやっぱ高みを目指すのが大事だね。ね、もしあなたが何かでね、まあテニスだけじゃなくて何かで上を目指すんだったら、うん、もう自分でね、こうやってカメラを撮る。で、自分を見る、はい、で、わからなかったらできてる人に見てもらう、うん、じゃあ、的確なアドバイスをくれるんで、うん、これがね、すごく重要なんで、成長の第一歩みたいですよ、ね、うん、バシーさんもね、うん、今まで撮ってきた動画を見て、そうですね。まずは自分を、ね、見て受け止めることからね、始めてください。はい、では以上でこの動画を終わります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。